いやすごい家だな。庭もめちゃくちゃ広い。本当ね、こんな家に住めるなんて夢みたい。なあ、早速だけど親族集めて新築祝いのバーベキューパーティーしようぜ。いいじゃない。入場料を200万円に設定して。は、はい？入場料200万円？何言ってるの？大丈夫大丈夫、俺も含めうちは医者の家系、200万円くらい払えるって。家族一人を除いて。そういう問題じゃないでしょ。親族からお金を取るなんてダメ。絶対にやめてよね、そんなこと。ちゅ、わかったよ。まあいいや、こっそり取っちまえばいいよな。レオンくん、もうおしまいにしようよ。ダメ、絶対に俺が勝つまで続けるんだから。頑張ってくださいレオンさん。ありがとう、キリマル。どういたしまして、キリエですけどね。いや、応援しないでよ、キリエ。よーし、やるよ、シンベ。シンゴですって。ごめんね、シンゴさん。こうなると兄ちゃんしつこいから。マモルくん、もう100回以上やってるんだけど。俺は最高で連続1000回やらされたから。1000回？夜食ここに置いておきますね。ファイト。ちょっと二人とも。めんどくせー。やろっか。面倒ならやめましょうよ。じゃあ発狂して。兄ちゃんそうだね、発狂すればやめてあげるかも。妥協でしょ、どうしてこんなことに。無理なものは無理だって。できる。キリエ、どうにかして。私はレオンさんとマモルさんの味方だから。四面楚歌だ。そうめん食べよっか。いいね、夜食でそうめんも作ってくるよ。私も食べたくなっちゃった。手伝うよ。なんで、なんでだよ。俺はシンゴ、28歳。なぜか今100回もオセロをやらされている。レオンくんめちゃくちゃ弱いんだよな。俺が負けたらある条件を飲まないといけないんだけど、負ける気配はない。それなのにもう一回もう一回ってしつこいんだよ。レオンくんとマモルくんはさっき公園で会ったばっかりなんだ。それなのにうちに上がり込んでキリエとこんなに仲良くなって夜までうちにいる。一番厄介なのはキリエを仲間に巻き込んだこと。帰ってほしいのにキリエがダメって言うんだ。あ、そうだ、そうめん茹でる前に、シンゴ、あのさ。あ、何？お兄さんから手紙が届いてたよ。渡すの忘れてたや。手紙？兄さんから手紙なんて珍しい。読んでからでいいよ。やるのは決定なんだね。あ、とりあえず読むか。え？どうしたの？これ、バーベキューの招待状だ。バーベキューの招待状？モンテスキューの招待状だったら俺行きたいな。バーベキューだよ兄ちゃん。というか、なんで三権分立のモンテスキュー知ってるのさ。兄さん新築で家を建てたらしくて、そのお祝いのバーベキューパーティーをやるらしいよ。いいなあ、バーベキュー、やりたいやりたいやりたい。いや、レオンくんは兄さんのこと知らないでしょ。でも俺もお兄ちゃんだもん、だからいいでしょ。いや、謎理論すぎるって。行く？あんまり行きたくないんだけどな。兄さん俺のこと嫌ってるし。それは子供の頃の話でしょ。参加するに。まるっと。え、じゃあ俺出してくる。よし、これで参加できるぞ。ま、待ってよレオンくん、それ出しても別にレオンくんは参加できないからね。兄ちゃん、それはちょっと。あらら、行っちゃった。これもう参加するしかないね。もうめちゃくちゃだ。兄さんは俺と違って超エリート、医学部に入ってそのまま医者になった。そんな兄さんは昔から俺のことが嫌いだ。きっとエリートである兄さんの弟の俺が落ちこぼれなのが許せないんだろうな。兄さんは医者なのに、俺は底辺ブラック企業勤めだからね。ああ、会いたくないな。
結局ポストに返信を投函されてしまった。そしてオセロをしながら寝落ち。レオン君には一回も負けることがなかった。どんだけ弱いんだよレオン君。そして数日後、今日は兄さんの新築祝いのバーベキューの日だ。もちろんレオン君は来てない。ギリギリまでダダこねてたけどね。どこだろう。ここら辺だと思うんだけど。あ、もしかしてあれかも。多分そうだね。めちゃくちゃ大きいし、庭が広い。おい、シンゴ、キリエさん。あ、兄さん、久しぶり。来てくれたんだな、シンゴ。来てくれないかと思ったよ。シンゴ、俺のこと嫌ってるだろ。いや、俺はそんなことないよ。兄さんこそ、俺のこと嫌ってるんじゃ。そんなわけないだろ。たった一人の弟を嫌うわけないじゃないか。最近連絡を取ってなかったけど、これを機にまた仲良くしようぜ。うん、これを機にまた仲良くか。兄さんと仲が良かったことなんてないんだけどな。まあ俺も仲良くできたら嬉しいけど。じゃあさ、早速だけど参加料200万円払ってくれよ。え、参加料200万円？ちょっとお兄さん、それはさすがに。ああ、200万円。このバーベキューパーティー参加料200万円なんだよ。参加してる奴らはみんな払ってくれてるぞ。いや無理だよ、200万円なんて。はあ、たったの200万円も払えないのか。兄さんは知ってるだろ、俺が安月給のブラック企業勤めだって。はあ、そっか、未だに手取り20万円だったっけか。それじゃあ払えないのも仕方ないな。20万円でよく生活できるよな。ああ、なんだ、兄さんは最初からこういうつもりだったんだな。俺をバカにするためだけにパーティーに呼んだんだ。仲良くする気なんてないじゃないか。やっぱり来なきゃよかった。じゃあ入場料が払えない貧乏人は帰ってくれ。ここは200万円払える、人として価値のある人間の集まりなんだよ。帰るか、キリエ。うん、そうだね。200万円払えるようになったらまたパーティーに来いよ。招待状はずっと送り続けてやるからよ。まあ一生参加できないだろうがな。あー、すっきりした。あれ、なんで慎吾くん帰っちゃったの。入場料の200万円が払えなかったからだよ。ちょっとそれはやめようって話だったじゃない。やめたぜ、慎吾以外からは取ってねえもん。なんでそうやってあなたは慎吾くんに意地悪するの。ごめんな、キリエ。ううん、慎吾が悪いんじゃないって。悪いのはレオンさんだ。うん、確かにレオンくんだね。あ、慎吾くん、キリエさん。え、マモルくん、何してるの。実はさ、兄ちゃんがどうしてもバーベキューしたいって言って、会社のみんなでしてるんだよね。そうなんですね。こんな近くでやってるなんてすごい奇遇。奇遇とかじゃないんだよね。実はさ、直前まで兄ちゃんがそっちに参加するってダダこねてたから、折衷案で近くの場所を借りたんだよ。近くでやってれば、慎吾くんとキリエさんと一緒にバーベキューやってる気になるからって。さすがレオンくん。ところで二人はこれから行くの？あ、それがさ。え？そうなの？じゃあ一緒にやろう、バーベキュー。オセロやりながらさ。いや、オセロは。もう負けを認めちゃえばいいのに。いや、無理だよ。負けたらだって俺。あれ？向こうでもバーベキューやってるんだね。あ、あそこにいるじゃん、慎吾くんとキリエちゃん。呼んでこよっと。あ、ちょっと待てよ。あれ、あそこにいるのは。慎吾くん、キリエちゃん、参加料なんていらないからさ、バーベキューやろうよ。あ、マリさん。ダメ、しんべヱは俺たちとバーベキューやるから。え、そうなの。
どうして信吾、お前こんなすごい人たちと知り合いなんだ。この人たち天下のうぐもりグループの経営者、うぐもり兄弟だよな。兄さん、たまたま公園で会ってスカウトされたんですって。お前があの天下のうぐもりグループからスカウト？嘘だろ。本当ですよお兄さん。そんな、何も才能がないこいつをうぐもりグループがスカウトするなんて。いや、しんべヱはとってもいい匂いがするよ。だからね、うちに入ってほしいんだけど。嫌だって言うんだよ。頑張ってオセロで俺が勝ったらうちに来てくれるって話まで嗅ぎつけたんだけど、なかなか勝てないんだよね。兄ちゃん、嗅ぎつけるね。いや、俺は兄さんみたいに才能ないから。うぐもりグループになんて入ったら足引っ張っちゃうからさ。ああ、俺はしんべヱのお兄さんには何も感じないけど、しんべヱには感じるんだ。しんべヱが俺たちには必要なんだよ。そうなんです、しんごさん。しんご、ここまで言ってくれてるんだからさ、チャレンジしてみれば。俺の人生、いつも兄さんと比べられてきた。ずっと俺は兄さんと違って何もできない、どうしようもない奴なんだって思っていた。ここまで人に必要とされたのは初めてだ。やってみたもいいのかも。そうだね、うん、チャレンジしてみたもいいかも。おお、やったね兄ちゃん。偉いぞシンゴ。うわー、おめでとうシンゴくん。お祝いしないと。あ、よかったら合同でシンゴくんのお祝いしません？いいですね、ぜひぜひ。え、なんでいつもシンゴばかり。あ、どうしたの兄さん。勉強も運動も俺の方ができて、俺は医者にまでなった。それなのにどうして俺じゃなくてシンゴの周りに人が集まるんだ。おかしいだろ。まさかシンゴくんに意地悪してたのって嫉妬？嫉妬なんかじゃない。いや、絶対に嫉妬じゃないですか。ジェラードンってやつ？兄ちゃん、ジェラーシー。ジェラードンだと角刈りのお笑い芸人さんだから。兄さんが俺に嫉妬？そうか。そういえば兄さん、昔からプライドが高くて人を見下す癖があるから友達がいなかった。兄さんは好んでそうしてるのかと思ってたけど、違ったんだな。だから違うって言ってんだろ。もういい、俺はマリー、お前も親族もいらない。はい？こんな無能を選ぶ奴らとは縁を切る。もっと俺にふさわしい人たちがいるはずだ。はい？まあ勝手にすれば。こんなことする人とは私も別れたいって思ってたところだし、後で離婚届を郵送してあげる。よし、お兄さんのことは放っておいて、こっちはこっちでバーベキューしよう。俺、しんべヱのお父さんたち呼んでくるね。その後兄さんはというと、マリさんと離婚、宣言通り親族とは全員縁を切った。お金を使ってたくさんの人とつながろうとしたそうだが、最終的に人に騙され借金を背負い病院を売る羽目に。兄さんを騙した人は逮捕されたが、お金は戻ってこなかったそうだ。今兄さんはどこで何をしているのだろうか。なんでだ、なんでエリートの俺がこんなことに。違う、ここは俺の居場所じゃない。なんで俺じゃなくてシンゴなんかをみんな選ぶんだ。新入さんかい、よかったら毛布を使うかい。今夜は冷えるって言うし。いるか、俺はホームレスの施しなんか受けない。わかったよ。でもそんなんだとこの世界でも生きていけないと思うけどね。そして今俺はうぐもりグループで働いている。ちなみに俺の元いた会社はうぐもりグループが買収し、今ではホワイト企業になっているんだ。守くん、頼まれていた仕事終わったよ。ありがとう慎吾くん、後で確認するね。どうしたの慎吾くん。やっぱり俺
うぐもりグループの役に立ってないんじゃないかなと思って、いろんな才能がある方がたくさんいて、俺は地味なことしかできてないから。兄ちゃん。お、何守る、この資料を見てどう思う？とっても見やすい。だよね。こんなに読む人のことを考えて丁寧な仕事ができる人なかなかいないよ。いや、こんなの誰でもできる。ううん、できないんだよ。じゃあ兄ちゃんがこの前作った資料を見てみる？うん。うわ、すごいでしょ。どや。ごめん兄ちゃん、褒めてるわけじゃないんだ。兄ちゃんは人を見る目があったり、俺が考えもつかないようなアイデアを出せる。でもね、こういう仕事は苦手なんだよ。こんな人ばかりだったら会社はどうなると思う？兄ちゃんだらけの会社。大変なことになる。だよね。俺ばっかりか。あ、俺にならオセロを勝てるかも。慎吾くんみたいな人と兄ちゃんみたいな人の両輪で会社って回っていくんだ。慎吾くんは間違いなくうぐもりグループに必要な人だよ。俺たち本当に慎吾くんが来て助かってるから。俺たちにしんべヱはとっても必要だよ。絶対にいなくちゃダメ。守くん、レオンくん、オセロの相手もしてくれるし、必要で可欠だよ。兄ちゃん、不可欠。それじゃあ大きいお尻だから。オセロはそろそろやりたくないんだけど。でも本当にありがとう、そんな風に言ってくれて。俺頑張る。うぐもりグループの力になれるようにもっと頑張るよ。オセロもね。オセロを頑張るのは兄ちゃんかな。そうだ、まだ勝ってないじゃん。ほら、俺が勝つまでやろう。いや、もう俺がうぐもりグループに入ったんだからいいでしょ。ダメ、ちゃんと筋は切らないと。兄ちゃん、通すんだよ筋は。お肉の筋を切ると柔らかくなるけど。まあ、付き合ってあげてよ慎吾くん。え、ちょっと今は止める流れでしょ。結局うちに来てまた夜通しオセロをやることに。負けようとしても勝っちゃうから延々と終わらないよ。まあレオンくんとマモルくんが来てキリアも喜んでるからいいか。でも嬉しいな、兄さんと違って何も才能がないと思ってたのにこんなに必要としてもらえるなんて。背中を押してくれたキリエ、俺を必要としてくれたレオンくんとマモルくんに本当に感謝だ。これからも必要としてもらえるようもっともっと頑張っていかないと。よし、頑張るぞ。また負けた。あ、オセロを頑張っちゃった。もう一回、もう一回。う